うことを許してください。今回は9月4日から始まった7つの大罪コラボ復刻後半からディアンヌを紹介。武力8技巧を持ち勝つ時代特殊で戦記の選択肢も増やせる便利なカード。技巧を盛りたいデッキや装剣、陣回りが噛み合うデッキなどに総武力を保ったまま対応できるから、あらゆる構築で視野に入るカードだから取っておくと得だし、カード自体の消耗が激しいやり手は予備があると嬉しい。あなた、やられちゃうわよ。おこがまし。待たせな。おこがまし。おこがまし。こんなガキの喧嘩じゃねえだろ。送ってばダメな子。撃ちなさい。間に合ったか。今に全ての勝利が俺たちに微笑む。撃ちなさい。流派発動。一の型。おこがまし。撃ちなさい。おこがまし。おこがまし。3の型。おこがまし。おこがまし。今度は俺らの番だ。撃ちなさい。私も一族もちゃんと守ってね。横に展開する。敵の弓兵を始末するぞ。背中は任せるさかい、よろしゅう頼ませ。ナギはつけど主膳の効果が残ってるうちは撤退させないようにするよ。おこがまし。寝てないとダメか。撃ちなさい。流派発動。三の型。私も一族もちゃんと守ってね。もはや全ては救える。撃ちなさい。
難儀やな。僕ってばダメな子。打ちなさい。戦機切り直しだす。力を発揚。おこがまし。背中は任せるさかい、よろしゅう頼んます。全軍前進。戦機解放。こんな感じで相手に3体を強要できるし、槍も大きくなるから敵を追って撃破しやすい。寝てないとダメか。これだから乱世は面白い。ご視聴ありがとうございました。